戦勝会訓練、いわゆるシードラゴン2022が、今年も開催されましたね。案内役のアミカです。今回は、海自の P1 哨戒機も参加した合同軍事演習について、詳しく見ていきたいと思います。参加国は、アメリカ、日本、カナダ、オーストラリア、そして、韓国とインドも参加しました。ちょっと意外な顔ぶれですよね。アメリカ海軍のネバダ原子力潜水艦の名前が公になったのもこの時でした。アメリカ海軍主催の固定翼哨戒機多国間共同訓練シードラゴン2022は、2022年1月2日から開催されていましたが、20日に無事終了したと、海上自衛隊から発表がありました。正月早々ご苦労様ですと思っちゃいますね。日本から、このシードラゴン2022に参加したのは、海自の厚木基地に所属する第4航空軍の、P1 対戦勝回避2機です。個人的な感じ方ですが、シードラゴンというのは、なんだか、ラノベのタイトルとか、アニメのキャラみたいですね。テメレア戦記を連想した方もいらっしゃるのでは？シードラゴン訓練の具体的な内容ですが、実際に先行している潜水艦をターゲットと仮定して、上空からその部位を投下して、ターゲットである、潜水艦を探知し、追跡し、能力などの解析を行い、最終的には、爆雷や爆弾もしくはミサイルなどで攻撃するシナリオになっています。ちなみに、その部位というのは、水中超音、または、反響低位のため、航空機から水中に投下して使用する、小型のソナー装置のことです。航空機からは海中音は聞こえませんから、機器を利用することになるわけですね。さて、模擬目標を攻撃するのですが、技術をポイント化して評価します。そして、訓練期間を通して、トップの得点を獲得した国の哨戒部隊が最優秀部隊と認められるのです。栄誉の証として、ドラゴンベルトというものが授与されるのですが、名前だけ聞くと、なんだか仮面ライダーの変身ベルトみたいですね。実際の写真を見てみると、チャンピオンベルトのようです。それを受け取って、機器として見せびらかしている軍人には、普段は、冷静沈着で、任務に当たっていると思われるのに、まるで子供のようで、そのギャップに苦笑してしまいます。昨年開催されたシードラゴン2021では、カナダ空軍第407飛行隊の CP-140 オーロラの乗員が、見事ドラゴンベルトを獲得したそうです。ターゲットになる潜水艦は、通常なら、アメリカ海軍のロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦なのですが、今回はちょっと違ったようだと、推測されています。というのは、シードラゴン2022と、ほぼ同時期に、グアムに、オハイオ級戦略ミサイル原子力潜水艦ネバダが展開したことが明らかになったのです。戦略ミサイル原潜の行動を公にするのは滅多にないというより異例ですから、わざと公表したネバダがシードラゴンに参加したのではないかと推測されています。シードラゴン2022では実戦訓練だけではなく座学訓練も行われ、集まった各国のパイロットと飛行士が、自国の対戦哨戒能力や固定翼機やその部位などの装備の性能を活用できるように組まれた計画を披露し合ったり、実際の運用や戦術について意見を交わしたそうです。つまり、各国の部隊はライバルとして競うだけではなく、同じ対戦哨戒任務にあたる者同士として友好を深め、プライベートタイムでも、情報交換を活発に行っているので、そういった交流が友好をより深めることにつながっているのでしょう。と言っても、自国の機密情報をベラベラ喋ったりはしていないでしょうけど、
シードラゴン2022には、前述の通り、アメリカ海軍、海上自衛隊、オーストラリア空軍、カナダ空軍、韓国海軍、インド海軍の6カ国の対戦哨戒部隊が参加しました。このご時世ですから、各国とも、新型コロナウイルス感染防止対策をしっかりと講じて参加したそうです。軍隊内で感染症が発生したとなったら、国家防衛に関わる重大事件ですからね。アメリカ海軍、オーストラリア空軍、韓国海軍の3カ国が運用している固定翼対戦哨戒機は、アメリカのボーイング社製の P-8A ポセイドンです。P-8A は、機体内にその V ランチャーを搭載しているので、自動装填すれば連続投下できます。ウェポンベイ後方の7つの発射口から、計129本が投下可能ということです。機内には、手動の投下口もあり、海上の目印として投下する、信号発煙照明灯や海面染色マーカー、折りたたみ式のラフトも投下できる仕組みになっています。その V ラックには機内からも行けるので、仮にランチャーが故障しても、手動で投下して、哨戒任務を続けることができるのです。つまり、機械だけに頼らず、人力も利用するという、保証アイテムも用意しているということでしょう。この想定は不可欠だと思います。インド海軍は、P-8A の電子装備を簡素化した、P-8I ネプチューンを使用しています。この機体には、P-8A にはなかった、ANASQ-508A 磁気探知機と、後方探知用の APS-143C-V3 マルチモードレーダーを搭載しています。P-8I のオブには、尻尾のような磁気探知機ブームもあります。カナダ空軍が使用している CP-140 オーロラは、アメリカのロッキード社製 P-3C オライオンのいわばカナダ版です。P-3C のその V 発射口を減らして垂直パノラマ式カメラを設置しています。対戦哨戒用の機材や洋上監視システムは、アメリカ海軍の艦上対戦哨戒機 S3 バイキングのものを流用して載せているということです。機内の人員配置は、搭乗員が連携を取りやすくするためでしょうか。戦術航空士を中心に、クルーがこの地形に座る座席配置となっているようです。会議テーブルのようですね。海上自衛隊が現在運用している固定翼対戦哨戒機について紹介しますと、防衛省技術研究本部と川崎重工業が共同開発した P-1 対戦哨戒機です。海上自衛隊は、長い間ターボロップ式の P-3C を運用していましたが、後継機として、2013年、平成25年、3月から P-1 の運用をスタートして、2021年までに42機が配備されました。最終的には、70機を製造する予定ということです。前述の通り、P-1 は、日本の企業が、中心となって製造したものですから、純国産機なのです。悲願が叶ったということでしょう。P-1 の対戦哨戒用その部位は、胴体下部にある格納部分の後ろ側に38個を装填しています。すべてのその部位は内部から装填できるようになっています。一部は、ロータリー式ランチャーによる自動装填なので、機内に置いた96個のその部位を容易に投下できるようになっているので、結果として乗員の負担が軽くなりました。攻撃用の武器は、空対艦ミサイル、旧人式空対艦誘導弾、AGM-84 ハープーンなどを主翼下のハードポイントに搭載できるそうです。他には、機首下部の爆弾倉に、対潜爆弾や艦魚雷などを、最大重量9トンまで乗せられると言われています。乗員の福利構成もかなり充実しているようですよ。機内には
休憩スペースやトイレを備えたギャレー区画があります。また先輩である P3C では電磁波の影響があるからと設置されなかった電磁ですが、 P1 には用意されています。乗員は温かい食事ができるようになったというわけです。かなりポイント高いと思いませんか？少子高齢化が進む日本では、多くの企業で人手不足が問題になっています。国家公務員である自衛隊員も例外ではありません。同じ国家公務員でも、事務職には希望者が殺到するのですが、現場で、いわば肉体労働になる自衛隊員は敬遠されがちなのでしょうね。東日本大震災での救助経験後にメンタルを壊して退職したという人も多かったと聞きます。だからこそ、自衛隊内でも福利厚生の向上や精神的なケアも必要なのでしょう。また、最近、出動要請の多い災害救助派遣ですが、急患輸送にも対応できるように、広いスペースがある機種側に、急患用ストレッチャーを固定できる場所を確保しました。このおかげで、医師や看護師などの動線が便利になったようです。防衛省は、P1 哨戒機の製造コストを下げたいと考えているので、防守る装備移転3原則を遵守した上で、輸出に力を入れているとされます。未だに、P3C を運用している国々に後継機種として、P1 の売り込みをかけているのです。といっても、現在まで、防衛装備品輸出実績は、ほとんどない日本です。相手国での形式証明など、複雑な手続き関連作業に慣れていないこと、P1 の値段、高額と、アフターケアについて、いまいち弱い、頼りにならないということがネックと見られているようです。だから、性能では、アメリカ製の P8A に、決して劣らないのでが、P1 を購入したいと手を挙げる国は、残念ながら、未だにないそうです。兵器に限ったことではありませんが、巨額の金を支払うわけですから、長年の実績がないと、信頼されないのでしょうね。